ズドラストビーチェ、大ちゃんソルジャーです。ガンタクアッサンブル。今日は、1月20日月曜日。今、朝7時40分。かなり寒いです。今日はこれから、タド山、タドさんじゃないよね、多分。タド山、登ります。今ここですね。こっからこう行って、山頂行って、時間次第でこの先に行ってここを回るか帰ってくるか、まあ、とりあえず行けるところまで行ってきます。頑張ります。ハイキングコース、眺望満喫コース行きます。山頂まで 3.4 キロ。それは大丈夫だけど猿にご注意、それが若干怖い。こっちかな。マザーロード頑張ります。まだ全然途中だけど景色素晴らしいね。ここ朝日も綺麗で最高の眺めです。あれ木曽三川公園かな。昨日木曽三川マラソンがありました。ガンタクアベンジャーズのメンバーも走りました。ケンジだけ4時間切り、ケンジスタークだけ4時間切り、エリカ・ウィドウ5時間、ピーター・ヒロアキン・パーカー6時間、これがっかり、アカネ・ワーベル3周で時間制限、アカネちゃんももっと頑張りましょう。それではこれも頑張ります。看板が見えてきました。カーブミラーであと何メートルか見えません。あと2000メートルでしょうか。2000メートルかな。2000メートルです。最初が3500だったから1500来ました。半分弱。今8時2分20分、ペースはいいかな。あと25分ぐらいで着く。それだったらかなり早いです。今のところ全部ロード、猿もいません。ありがたい。なかなか先まで行けるかな。なんかテレビとかでよく聞く多度大社、もう行けるのかな。期待してます。なんか神社あった。神社じゃないか、鳥居があるだけか。さあ頑張りましょう。見えてきました。なんて読むんだろう。多度山上公園、山の上の公園。お、え、なんかあんの。お、トイレ掃除。とりあえず展望台に行ってみましょう。公園に着きました。動物がいます。これは安全な動物かな。まずパンダ、そしてゴリラ、そして、百獣のライオン。これでどう遊べと。まあいいか。そして展望も見えない。あそこなんかステージ、ステージ、昔はステージだったのかな。さあ登山に戻りましょう。ここまで、ヤマップの予定で、65分んで、実際は、こっちか。40分で来れました。まあ、だいたいいつも6割から7割で来れるかな。じゃあ、こっから指が反応しない。次は、逆。この先の、もう一個の山、なんて山だ、美濃松山まで行って戻ってきます。頑張りましょう。景色の良さそうなところを発見しました。
三角点ありました、ここに。多度三条三角点 402.7m。 ああいうコップ腹立たしいね。まあいいか、ケンジだったら持って帰るんだけど、そこ、ここめっちゃコップ置いてあるじゃん。腹立たしいね、こういうの。おお、そしてめっちゃ景色がいい。木曽三川公園、あんなちっちゃくなってる。ゴミ多いな。くそ。いい景色。素晴らしい。今日は天気も良くて、むしろちょっと暑い。さあ、まだ4分の1ぐらいかな。頑張りましょう。うん、いい感じ。トレイルしてる感じです。道が素敵、走りやすい。こういう時、この道は分かりやすいけど、よく道間違えるから慎重に。いや、気持ちいいね。今日の目的地、美濃松山、この先にある予定です。景色良さそうですね。よいしょよいしょ。さあ、三角点はあるかな。よいしょよいしょ。あれか、ありました、三角点。お、美濃松山、613.2m。 到着。駐車場から、1時間30分。もうちょっと先まで迷うけど、今日はやめときます。そしていい景色。まぁ、ちょっとだけですが。あっちは何川だ？わかりません。揖斐川？違うか。よし。さあ。あとは、下りか。頑張りまーす。山で。何なんすか？これは、GoPro です。はい。山でお会いしました。何さんですか？辻田です。辻田さん。これからまたいろんな大会で出会えればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。大好きな滝の音がするけど、あの滝はちっちゃいかな。滝行するにはちょっと足りないかな。いやー、でも道がとっても走りやすい。今どんだけ来たかな。今 8.8km、 2時間12分。さあ、これでこのスタートのここに戻る。今ここ、こっからここに戻ります。はい、頑張ります。一途発見。今はどこでしょうか。今ここか。この、なんだった。天然プール、みそぎ滝。ここ楽しみだね。ミヨンと来れるかな。ここまで走っちゃ駐車場で来て、ここまでプール、楽しみですね。で、今はここ行って、多度大社寄って、どうだ、どこ行くんだ。街並み行った方がいいのかな。のんびりた、街並み行って緑、街並み行ってこうかにしましょう。よし、街並みも楽しみだね。天然のプールってここのことかな。確かに綺麗ですね。
迷うね、ミオン連れてくるか。まあでもトイレあるし、天然プール、みそぎ滝、うん、みそぎん滝いいね。まあミオン連れてくるか。めちゃ素敵なお店発見。スタンドカフェ、うん、バーベキューブレッジってあるっけよ。どちらでも美味しそう。11時から15時、今何時や、夜の部16時から、いつやってんだこれ。バーベキューセット食べたい。夏だけわかんないね。いやー来てみたいけどな。いつやってんだろう。わかりません。うん。でも素敵な場所。来たいですね。ここでバーベキューかな。まあでもこっちは泳げないしな。サップもできるかな。いいね。また来ましょう。波動大社到着しました。お参りしてきます。お腹すいたな。でっか。うちから人間引き出したらガチなんてか。着きました。14.8 キロ、ちょっと足りないから 200m。 稼ぐ1回。ぐるっと、あと100。お疲れ様でした。15キロ、3時間15分1479カロリー。じゃあめっちゃご飯食べていいね。ユーザーの人、失礼して違ったね、マップの人。今ここスタートして、ここ行って、ここまで行って、このもうちょっと先に行ってから戻って、こう行ってきて、で、ここプール、ミオンと連れてきたいね。で、多度大社でお参りして、町並みコースも行きたかったけど、ま、この、愛宕神社も行きたかったらこっちに行って、で、ここ戻ってきました。4月にトレイルのレースもやるみたいで、とにかく走りやすくて、また来たいと思えるコースでした。一つ心残りは多度大社の、馬が駆け上がるやつ。あれがどこか見たかったかなと、見れるのかわかんないけど、ちょっと今度ネットで、知らなかったので調べてみようかなと。あとはここの先の、石津御嶽だったかな。今度来た時はそこまで、行こうかなと思います。今日は天気も良くて、気持ちよく走れました。これからどっかでご飯食べて、身を迎えに行きます。それではありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
それでは大ちゃんソルジャーでした。バイバイ。